50g です。さっきの小さじ1杯、これで揉んできます。はい、油を入れます。少しでいいですよ。そして牛の玉を入れました。もう一気に引っ掛けて、さあ、玉を引っ掛けて、そして弱めます。そして豆板醤を1杯、ちょっと多いかもしれない。で、お湯を足して、そしてこの絡めます。はい、沸いてきましたら、砂糖、辛みが来る、そしてオイスターソース、今これで OK です。豆腐、絹豆腐を入れます。やっております。最後はニンニクとチキンですね。これで完璧な麻婆の出来上がりです。はい、中華麺の代わりにどんですよ、どん。いいですね。さあ、火を止めます。そしてこちらに、ネギのみじん切りを作ります。うん、スープを入れます。塩、醤油、はい、これを入れて、茹で麺を入れます。そしてこれを麻婆を入れていきます。麻婆の方です。たっぷりしています。はい、ここにさっき茹でたレタスの芯、千切りをのせます。